皆さんこんにちは、トワヤです。今日はですね、台風なんですよね、今で、珍しく自炊しようかなと思いまして、その風景を届けていきたいと思います。ちょっとね、先まで寝てたんで、寝起きなんですけど、作っていきたいと思います。さあ、スーパードライですね。最初ね、牛すじですね、カレーを作るんですけど、300g 買ったんで、これから炊いていきたいと思います。これ一回ね、アクを取っていきたいなと思うんで、今これ置いといて、米の方からね、洗っていきます。その前に皆さん乾杯しましょう。まあ23歳でね、6年目なんですけど、ほんまに早いですね。だからよくカレーを作るんですけど、本当に同じやつしか作ってないんで、誰か料理のうまい方に作ってもらいたい。嬉しいですね。はい、乾杯。あ、うまっ。めちゃくちゃうまい。で、米からね、炊いていきます。角度がね、こんな感じで、右から。まあ、こういった感じで、ゆっくりやっていきます。なんかね、BGM がてらに流してくれたら嬉しいですね。もうちょっとこっちかな。いるかな？なんか匂いすごい。こんなもんか。めっちゃなんか匂いしてて。なんか自炊した勝利なんで、変な匂いしたらやめとこう思うんですけど。どっからの匂いなのかなみたいな。めっちゃ眠たいですよ、今。クソ寝起きです。大丈夫です。普通米の匂いか。こんぐらいかな。一生懸よし。最初に牛すじからやっていきます。衣を入れようかな。最近ね、肉屋さんかって結構好きなんですよね、この牛すじ。肉が美味しかったカレーほんまにうまくなるっすね。次ね、メイクイン買ったんですよね。メイクイン
置いとくか。じゃじゃん、じゃがいも。匂いは普通ですね。こんな感じでね、あんまりちょっと真剣になって喋れないかもしれないですけど、玉ねぎですね。玉ねぎ。天敵ですね。ちょっとね、玉ねぎと戦う前にビールを飲んどこう。
めちゃくちゃうまいこれ。いいね。玉ねぎするとき毎回メガネとサングラスするんですよ。サングラスじゃないな、メガネとマスクですね。はい、ちょっと包丁切れんすぎて逆に怪我したよな。そんな細かく切らんでもいいけど、こんな感じ。ちょっと難しい。はい、こんな感じで具の完成ですね。次牛すじが炊けたから、玉ねぎ終わったからこれでいいよ。熱っ、ちょっとビールで一息。うまっ、めちゃくちゃうまいっす。これちょっと食ってみようかな、牛すじ。これとね、塩コショウ。あー、ないか、ちょっと取ってこよう。これとビールが合うんですよね。いただきます。うん、最高。明日仕事行きたくなくなるけど大丈夫かな、これ。いつもね、酒飲みすぎるとなんか次の日ね、仕事行きたくなくなるんですよね、楽しくなりすぎて。これね、分かる人はコメント欄の共感できる人ね。もうね、最近酒飲む時間が幸せすぎてやばいですね。一人暮らしだったら喋り相手がいないんですよね。で、まあ YouTube もね、ちょうどいい喋り相手になってくれて、
いかなみたいな思うんですけど、ちょっと寝起きで自分でも何言ってるかわからないですけど、でもまあほんまに YouTube してるおかげで結構ね切り替えたりするので、なんかこうデジタルタトゥーとか言われますけど、いい意味でね僕にとってプラスになってますね、生活で。まあ、格好つけるとかじゃないけど、ほんまに、まあ、自分の人生をねよくしていこうっていうので4年前から始めてるので、うん、本当に良くなってくれたら嬉しいですけどね。マジでね、なんか一時期も気持ちの折れが激しすぎて何しても続かなかった時期があるんで、その時期に比べるとね今はもう落ち着いてきてはいるのかなと思うんですけど、たまに開いて、多分ね皆さんも失敗とかあると思うんですけど、まあちょっとずつでもいいので長期的に考えれば解決できる問題が多いと思うので、今はねうまくいかんかったとしても、なんかこうゆっくりと確実になってきてほしいですね。なんかこう実家暮らしと一人暮らしの差みたいな結構言うてる人がいて、なんか実家はあかん、一人はいいみたいな感じの風潮もねたまに聞くんですけど、僕に関して、まあ、一人暮らし今6年目なんですけど、高校卒業してからずっとやってるんですけど、なんかね友達の相談とかも受けてて、でその人は智也がこう自立してるのは羨ましいみたいなことを言ってて、でまあ僕の意見としては全然ね親も実力のうちやなと思ってるので、うん、まあ頼れるうちに親を頼っとくのは本当に問題はないと思うんですけど、まあ、そのただ親がね亡くなった時に自分一人でもやっていけるような実力をつけておくのは、うん、まあ、本当になんていうのかな、うん、それだけですね僕が思うのは、一人でも生きていくような準備をしておくこと。だから別に実家が悪いわけでもないし、そういう考え方はずっとありますよね。玉ねぎが別にね環境によって変わりますしね、僕たまたま一人暮らししないといけない環境だったんで、うん、まあ別に一人暮らししてんねんやったら無理にする必要もないですしね。だって家族とね普通にしょうもない話した方が楽しいですからね、一人暮らしより全然。そんなね、一人暮らしに固執せんでいいと思うんですけどね、社会人だからこうしなあかんとか、逆になんかね、今遊んどく方が後々こう、ネタになってきていいかなとは思うんですけど、まあ、本当に僕も失敗が多いんでね、いろんな人に助けてもらってるんですけど、うん、だからこそね、今やっておくことは遊んでおくことかなと思ってるんですよね。やっぱ若いうちに遊んでおいたって結構余裕があるんですよね。うん。本当にまあ、今遊んでおくってですね。その、女遊びとかじゃないんですけど、なんか、こういった、今まで行ったことないところに行ってみるとか、例えば食べたかった美味しいところを食べるとか、そういうね、ことを皆さんにもやってほしいなと思いますね。まあ、貯金も大事ですけどね。まあ、そういった遊びもやってほしいなと思います。料理酒あったから、あった、よし、先生、塩コショウ見に行ったな。なんかね、アンチコメントでこう、やまへんかどうか心配してくれるね、友達とかもいるんですけど、まあ、なんかな、
どうなの、思ったよりね、アンチコメントに対してはそんなになんか、うん、苦にはなってないですね。寝起きはちょっとねイラッとするところがあるんですけど、なんかなんていうのかな、まあ、20歳というか23歳の考え方なんですけど、こんなんでネタにできるのって羨ましいなみたいないう考え方があって、例えば今日来たアンチコメントやったら、なんかねシャッターって書いたんですけど、台風やから窓のシャッターを気をつけてくださいねって、ちゃんと閉めてくださいねっていうね、こうセリフを入れたんですけど、そのセリフに対してなんか雨戸なみたいな、そんなんも分からへんのみたいなコメント来てたんですけど、調べたらねシャッターでも書いてたんで、あーなんかこういう人の上げ足だけ取って生きていくのって結構、うん、なんかしんどいんやろな、しんどいというかなんかそれ以外に誇れるものがないんやろなみたいな、やっぱりね本当にこういったね、こうだんだん目立ってきたからこういうコメントが来るんですけど、うん、なんかそれをね生きがいにするのもなんか今はいいですよ、多分その人多分10代ぐらいの人の、うん、感じだと思うんですけど、コメント見た感じ、それが10年20年経ってそんなコメントしとったらやばいでしょ。例えば自分が仕事してる30歳40歳の人が底辺 YouTuber とかをねこうアンチコメント書きまくっとったら引くじゃないですか。そんな感じでなんかいいコメントを書いてる人は夢を追いかけてる人にこう尽くせていいなと思うんですけど、なんかそういったアンチばっかしてる人は何が楽しいかなっていうのは、まあ、正直な意見ですね。僕はそういうことしないんで思うんですけど、うん、まあでも自分の人生なんでね、本当に今やるしかないと思うんですよね、僕自身。なんか自分はすごくないんですけど、なんかこうちょっとでも成長したいなと思って YouTube もやってるので、本とか読んだりこういろいろね試していってるんですけど、今しかないんですよね正直、うん、例えば今から始めようっていう僕の同級生が僕に追いつこうと思ったら、まあ YouTube で結果で1000人だけ見たらすぐなんですけど、それまでこうやっぱいろいろ工夫してきてるんで、そういった知識があるんで、うん、そういったものを追いつこうと思ったらやっぱ少数なんですよね追いつける人って、うん、まあ、今850人ですけど、それを追いつこうと思っても結構やっぱ難しいと思うんですよね。僕は実力がないから長い時間こうやってるわけなんで、うん、まあ本当に実力がある人は絶対いると思うんですけど、うん、やっぱね実力がないからこそ長い時間長距離走で勝負するっていうのが大事かなとは思うんですけどね、僕自身。まあこんなんね、多分同僚とかに言っても通じないと思うんですけど、やっぱりこの先を見た時にね、どんだけこう自分が、楽になってるかなっていうのを考えをね気にしやってるんです。自分の人生がどんだけより良くなるのかなっていうのは一人暮らしにしてねより一層思うんですけど、2年目の時からそう思ってやってきてるので、うん、まあ何年かかるかなっていうのがあるんですけどやってますね。あ、今日はね、バーモで使います。玉ねぎはね、壊した方が美味しいんですよね。まあ、早く結婚したから偉いとか、早く就職した方が偉いとか、あとはこう、なんていうのかな、プロやからすごいとか、まあ、そういうのは全くなくて、本当に自分がどんだけね今できることを必死にやるかなぐらいを僕は意識してるんですけど、うん、本当に難しいですけどね、まあ、僕自身本当になんかね将来自分のビジネスを持ちたいっていう目標をもとに YouTube やってるので、
その目標をね、こう考えてやってるので、結果が出んかった人も、4年間踏ん張れてるので、うん、本当にそれだけですね。他はね、何が楽しいかって言われれば、別に自分の動画を撮って、こう出すことに楽しさはないんですけど、ただやっぱね、応援してくれてる人も増えてるので、うん、めちゃくちゃ嬉しいんですよね、正直。あんだけね、始めたては誰もコメント来んかって、2年3年やっていたのが、最近になってね、ちょこちょここうコメント来てくれることが、ほんまに嬉しいですね。アンチコメントもそうですよ。本当に、実は嬉しいんですよね、アンチコメントとかも。マジで反応されんかったんで、ほんまに嬉しいですけどね、マジで。これはね、うまそう。絶対うまいですよ、これは。昔から料理してあれ、何だっけ、800やったかな、850。600、一応300で言ってるか。900、こんな感じで、とりあえずね消しますか。やっぱね、こう僕自身本当に親とかにもね、期待しすぎた部分があって、で、まあ、こんな話もなんですけど、まあ、父親と仲が悪かったんですよね、本当に。まあ、ほんで、まあ、一人暮らしをしてるんですけど、義理のお父さんに育ててもらったんですけどね。ただ、まあ、本当に育ててもらったことには感謝してて、うん、それはもう紛れもない事実で、まあ、本当に6人兄弟でね、育ててくれたんで、本当に感謝してるんですけど、なんかね、ずっとこう実家に戻ることをね考えてた時期があったんですけど、うん、ほんとこう、まあ、お父さんにこう本音を喋ったら分かってくれるみたいなことがあったんですけどね、まあこう何言ってもやっぱ分かってくれないわけですよ。まあ、ほんとその頑固というかそういった父親なので。でもね、ある時こう自分が一人でやっていければそれでいいのかなっていう考え方に変わって、まあほんでこう親にね期待することもなくなって、うん、ただまあ頼る時はね母親とかには結構頼ってるんですけど、うん、ただこうなんていうのかな、自分一人でこうどうやったらやっていけるかなっていう考え方になった時に、僕自身ね、まあ、YouTube を始めたかなっていうのはあるんですけどね。その時がね、19か20歳で、なかなかこう社会人になって、周りの実家暮らし、まあ地元なんで、ほとんど実家暮らしなんですけど、結婚した人以外は、そういうの見て、うらやましいなとか、まあ、実家やったら俺の給料で遊べるのになとか、いや、俺も遊びたいなとか、なんでこんなにね、働いとんのに、なんか自炊でしょっぽいこうご飯しか食えへんし、なんかこう、遊びにも行けへんし、学生時代からね、やっぱ6人兄弟だったんで、
あんまりこうユニバとかディズニーとかも行ったことないし、ライブとかもう結構ね周り羨ましいなって思ってたんですけど、野球はねやらしてもらってたんで何とも言えないんですけど、本当にこう社会人になってコンプレックスというか、学生時代できんかったことをしようと思ったけど思ったより給料少なくてね何もできんかったけど、だから YouTube を始めたことによってこうこれからね自分の人生を良くしていこうっていうモチベーションができて、もう本当になんていうのかな、ちょっとしたねこう、将来こう学生時代できんかったことをやっていこうっていう考えをもとにやってたんで、まあ、もう早4年ぐらい経ったのかな、まあ本当に初めて良かったかなっていうの思いますね。ちょっと寝起きでね本当に覇気がないんですけど、まあ本当にまあ自分自身ね、今はまあ働いてはいますけど、その職場がねいつまで続くかも分からないし、ただこうでも終わったとしても一人やっていけないと、やっていかないといけないっていう事実があるので、自分一人の実力をつけたいなと思って SNS というか、本当にまあ YouTube に夢を持ってやってはいますけど、ただこういう状況なんでね、こういった底辺 YouTuber なんで、もう本当にでもね3年4年あれば、長期的に見れば解決できるなと思うんですよね。難しいですけど結果出していけるかなっていうのは自分自身思ってて、どうなのかな、よくわかんないですけどね、まあ、酔っ払いながら喋ってるんでね、あんまこう話半分で聞いてほしいんですけど、まあでも彼女とかはね本当に考えてはないですけどね、こういうのやってる時点で売れてなくてねやばいやつだと思われてるので、まあ、結果出すまでね本当に考えてはいないですけど、まあ、本当にね、まあ、僕と付き合ってくれるのであれば、まあ、付き合いたいなと思いますし、まあ、付き合ったとしてもね本当に大切にしていきたいなと思いますね、まあ、彼女とかに関しては、まあ、できたとしたら、まあ普通に働いてるんでね、それだけは思ってほしいんですけど、働いて生活してるんで、まあ、ただこういった YouTube にとってこう理解ない人やったら、まあ、厳しいかなと思うんですけど、本当にまあ25歳までは別にどっちでもいいのかなっていうのを思ってるんですけどね、そんなモテるタイプでもないですしね、あそこは気にしなくていいんですけど、どうなのかな、まあ頑張っていくしかないですよ YouTube も、もう本当にね大丈夫かなっていう不安もあるんですけどね、これから先、よいしょ、まあカレーがねそろそろいけるんで、よいしょ、あ、いい感じや、そろそろルー入れてもいいかな、あ、ご飯炊けました。Thank you.
まあ、汚いところなんで、あんま見えようしないですけどね。このカレーは絶対うまいと思うわ。結構ドロドロやし、絶対うまい。つまみ食い、はい、じゃがいもから。あ、ちょっとじゃがいも硬い。玉ねぎ、玉ねぎしか勝たん。これはくそうまい。
うまっ。牛すじ。うまっ。うまっ。これからあれやな、こっちに切り替えた方が細かく混ぜれるから絶対うまい、これやばい、ね、見てもらおうかな、これはうまい、確定やな、確実にうまい、これ、まあ、そろそろいいかな、うまいですね、絶対ほかほかのご飯、これね、よいしょ、さっき作ったカレーのルー、あーやばい、うわ、いやーうまそう、じゃっちゃん、これどけようか、ふい、あ、ここいか、絶対うまい、これこうした方がいいかな、うわ、うまそう、これいただきます、ちょっとね、立って余裕あるんですけど、うまいわ、やっぱ自分で作るカレーうま、好きなものにはね結構こだわりがあるんですよね、例えばこう玉ねぎは焦がすとか、そういったね、うん、絶対牛すじ 300g 入れるとかね、うまっ、まあこんな感じにね締めますか、よかったらね、うん、チャンネル登録とコメント、グッドボタンよろしくお願いします、ちょっとねこう寝起きなんでわけわからんこと言ってるかもしれないですけど、温かい目線でよろしくお願いします、本当に台風なんでね、シャッターとかも気をつけてください。あ、窓かな？そんな感じで。おやすみなさい。バイバイ。